よろしくお願いします。福岡、佐賀、小倉南、そしてですね、オンラインレッスン、 LINE ビデオ通話レッスンで、全国どこからでも僕のレッスンはご受講いただけます。ご受講いただけます。大竹と言います。詳しいレッスン内容に関しては下記の、ホームページ、動画概要欄のところにホームページのリンクを載せておりますので、そちらを、ご覧いただければなというふうに思います。はい、というわけでですね、今回久々にちょいこつなんですけども、視点、スティックの視点をどこに置いて動かすのかという話が重要であるというのは前ちょこっとしたことあります。ここに視点を置くのか、それともグリップしているここを視点にするのか、スティックの真ん中を視点にするのか、これでも変わってくるんですけども、もう一個はどこを操っているのか、どこを動かしているのかっていうのもちょっと重要な話になってくるんですよね。ちょっと今からルーディメントソロを叩いてみようかなと思います。かの有名なアメドラです、オールアメリカンドラマーのもうソロ1でいこうかなと思います。こんな感じですね、ソロナンバーワン。というような感じのルーディメントソロなんですけども、ですね、今からご紹介したいのはですね、まず1個目はスティックのここを動かしているイメージでするときと、ここの手のひらの中のスティックをコントロールしているようなイメージでする場合があるんですよね。ここで演奏しているイメージ、ここで叩いて、実際はここで叩いてここで音が鳴ってるんですけども、この普通のこのチップを操ってるようなイメージするのか、それともここで音が鳴ってるような、まるでハンドパーカッションを叩いてるかのようにここの中を操るようなイメージで叩いているのかという2つのアイデアを紹介します。他にもいろいろあるんですけどね、基本がこの2つになってくると思います。僕の中では例えばインバーテッド、つまりあの弱い音からすぐに強い音を叩かなきゃいけない系のルーディメント、代表例はフラマキュアと言いますとかですね、こういう時はですね、基本的にここを操ってるようなイメージですね、チップの先で。逆に強い音の後にすぐ弱い音を叩く系のルーディメント、フラムタップ、スイスアーミー、スイスアーミーこれには出てこないですけど、こういう系のルーディメントの場合はこの中、手のひらの中を操っているようなイメージにします。こうするとやりやすかったりすることがあるんですね。で、これに関しては僕の生産じゃない方はご自分でいろいろルーディメントによってここは扱ってるイメージなのか、手のひらの中を扱ってるイメージなのか、ちょっと変えながらいろいろ試してみると新たな発見があるんじゃないかなと思います。で、もう一個紹介したいのはアクセントの付け方なんですよね。いろんなアクセントの付け方があります。今日はちょっとご紹介までにというような感じなんですけども、普通アクセントをつけるっていうとですね、要は基本的にドラムの音量コントロールっていうのはハイトコントロール、高さであの音量をつけるわけですから、高さと角度ですね、角度が上がればスティックからこの画面からスティックのこの距離が離れるわけですから、これも要は高さが変わっている、で音量が上がっていってる、下がっていってるということになります。と、もう一個はですね、この手のひらの中の圧力でも変わるんですね。ちょっと見ててほしいんですが、今、こういう状態で持っております。隙間は結構空いてますね、手のひらの中の隙間は結構空いてます。この状態でポン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 、スティックに設置している部分も指先ぐらいしかないです。あ、せっかく来たから、登場させておこう。はるちゃん、あ、かわいい。はい、というわけで、これぐらいですね。要はスティック、何の話をしてたっけ？何の話をしてたっけ？スティックの、そうですね、今、スティックにあんまり触れてないですね。指先ぐらいしか触れてないです。親指の腹と、指の各第一関節ぐらいしか触れてないです。非常に音は軽いです。で、ピッチ的にもちょっと、普通、低めな感じで、特に大きい音ではないです。これを高さ変えずに、今音変わったの分かりますかね？何をしているかというとですね、手のひらをスティックに近づけるような感覚でここの中を狭めるんですね。そしてスティックに当たっている手のひらの面積を広げます。
ピッチが上がります。そしてアクセントがついて聞こえます。でしかもその瞬間にこの近づくフッという動きでおそらく加速がつくんですね、スティックに。それによって高さは変わってないんですけど、アクセントがついてくれます。高さ変わってないんですよね。普通にアクセントつけると、アクセントついてます。今高さも変わってますよね。これですね、両方でもアクセントはついて聞こえるんです。もちろんハイドコントロールで高さを変えた方がそれは大きな音は出るんですけども、これでも十分アクセントはついて聞こえますよね。でこれのですね、このアクセントの付け方、要は今のが要は手のひらの中をコントロールしてスティックを操っている感覚なんですね。でこのハイドコントロール高さを変えてやってるのが、あのスティックのここを操って演奏している感覚なんですけども、素早い動きになった時とかっていうのは基本的にこの、僕は今回ちょっとおすすめしようと思って、この手のひらの中を狭めることによってピッチを変える、スピードを変える、そしてアクセントを生み出すっていう方法が有効なんですよね。っていうのも振り幅がでかくなればなるだけ移動距離が増えますから、単純に叩く速度も遅くなりますよね。で運動量も増えるわけです。時間もかかるわけです。なのでやりづらいと。に対してこれはほとんど高さが変わらない状態でアクセントをつけることができるので、非常に素早くスポンスポンとアクセントを入れることができるんですね。超便利です。で早いルーディメントをする際とか、細かい動きのルーディメント、フラームパラディドディドル、あ逆だったとか、細かいルーディメントをするときとかですね、このイメージでやるとやりやすいです。高速スイスアーミーとかも、やるときとかもですね、このイメージが使えると簡単にやることができたりします。まあ、シャッフルの時のイメージもそうなんですけども、アクセントをつけようと思ってですね、この振り幅を稼ぎすぎると単純に距離が増えるので振りが遅くなるんですよね。でその距離を出さずにアクセントをつけるにはどうしたらいいかって時に、このピッチを変える、スピード感を変える、手のひらの中を操る感覚、そして手のひらのスティックに対する接地面積を広げるという感覚、これを使うととっても簡単にアクセントができます。なんか同じことを何回も言ってるような気がしますけども、今回のちょいコツはこれになります。はい、まあ、ざっくり言うと、ここを操ってる感覚なのか、ここを操ってる感覚なのかってことになります。で、これを習得するためのエクササイズはいろんな方法があるんですけども、まあ、この方法を頭に入れてるだけでも普段の練習の仕方が変わってくるかもしれないし、ここうまくいかないんだよな、とか、ゴーストノートのパターン、ロザーナのシャッフル、こういうのとかがですね、うまくできるようになったりするかもしれないですね。どっちを動かしてる感覚でやったいのか、どっちのアクセントの打ち方を使えばいいのかっていうのを考えています。もちろんこのアクセント使うのがダメっていうわけではないです。もちろんこれが基本だし、これじゃなきゃ出せない音もたくさんありますし、モーラーの上げ方とかまだやってないですよね。そういうのを使えば高さがある上で、パワーがある上で、素早いアクセントを打つ方法もあります。でもこれも一個方法としてあるんですね。とにかくいろんな方法があるので、せっかくならいろんな方法を研究してですね、遊んでみるのはいいかなと思いましたので、今回このちょいコツを紹介しました。面白くないですか？このピッチが変わるっていうのもまた面白いんですね。ライドシンバルのレガートの時とかもやると面白いですよ。ちょっと今もう高さが音が変わって聞こえますよね。こういうこともできるので、ぜひぜひ試してみてください。はい、というわけでお疲れ様でございました。